はいどうも取りだめしていた動画をあなたにお届け。今回は大感謝祭召喚ガチャ6連発だよ。この大感謝祭ガチャは1回につき星5確定だから激アツだよね。だな。それでは早速何の悪魔が召喚されるかを確認しにれ。つらごー。どんなラインナップが揃ってるのかな？楽しみだね。おっ、大僧正やマザーハーロットや完成帝君、死神まで手に入るみたいだね。激アツだぜ。欲を言えば完成帝君とオルクスでないかな？ダメならマザーハーロットでもいいよ。その3体が出る確率は合算 7.5% だぜ。7.5% を6回引けるなら無理じゃないかも。お願いしまーす。さてさて完成帝君は出るかな？はい。はい。ってことでサマエルが出ました。確か持ってたよな。うん持ってるね。イザナミは持ってなかったからまあよし。終末戦争で活躍したしな。ほんそれ。はぁ？サマエル2体目だな。これはサマエルを貫突させろというおぼし召しか？荒神リリスとかゴミじゃん。悲しい。ケツアルカトルの覚醒スキルとプレミアムスキルを入れ替えてください。悲しい。クソガ。また荒神リリスでクサ。使い道がないんだよクソガ。引き弱すぎだろ。荒神リリスが6回中に使えてるってどんな確率だよクソガ。腹かいててクサ。こうなったらサマエルを貫突させてディープデュエルで遊んでやるぜクソガ。サマエルを貫突させるんだな。はい、せっかくサマエルに耐えてに入ったので持ってるマグネタイトと荒神リリスを利用してサマエルを貫突させます。荒神リリスの存在価値とは？荒神リリスに存在価値なんてねえよ。はい、すいませんでした。ってことで今日から動画のストックをちょこちょこ放出していきますので、よろしこしこです。しっこりーなです。それではまた次回。バイなら。